こんにちは。今日はですね、川俣町にね、観光農園ができたという新聞記事を見ましてね、私と家内と2人で出かけてまいりました。実はその川俣町の特産の花というのがアンスリウムという花でね、うちの妻がとても気に入って好きな花だそうなんですがね、でこれをね、栽培している方がですねいらっしゃって、その方がですね観光農園を始められたという新聞記事が今月のね初めに出ていたんですね。まあそれで、まあそんな遠くないんでね、早速時間があるので行ってみようということで今日行ってまいりました。そしたらね、時期的にまあイチゴはできてはいるんですがね、なんか今年はちょっと不出来だなんてことそこの代表の方がおっしゃっててね、まあイチゴ狩りというわけにはいかなかったんですが、まあそもそもの目的はね、うちの妻がそのアンスリウムという花をね栽培している状態を見たいとか、あとはできればねその花を購入していきたいという、まあ希望があってね、それで出かけてまいりました。でこの谷口さんって方が代表なんですがね、福島県生まれの方ではないんですね。で東日本の大震災の後ですね、こちら福島の方に来てですね農業に取り組んで始めたという、とてもいいこの感じの好青年でした。まあね、どういうものかというのは YouTube にアップしましたので、ぜひご覧ください。以上です。
ー